源氏物語源氏物語各条のあらすじ幻。幻は、源氏物語54条の薪名の一つ。第41条。出家を前にした、光源氏の心情を、四季の移ろいを通して描く。薪名は光源氏が、紫の上を思って読んだ歌、大空をかいを踏まぼろし夢にだに見えこの魂の行く方、尋ねよにちなみ、白巨い、超根歌の後半をモチーフとしている。 この歌は、光源氏の物語の始まりである、第一条、切壺で、源氏の父切壺帝が亡き切壺行為を偲んで、読んだ若、尋ねゆく幻もが、なつてにても魂のありかをそこと知るべくと、こうするものとなっている。また、源氏が、小紫の上の手紙を焼くエピソードは、竹取物語で8月15日に月へ帰った。 かぐや姫から送られた不死の薬を、帝が焼く話から着想したと思われる。光源氏52歳の正月から12月の、晦日までの1年間、紫の上が世を去り、また新しい年が巡ってきた。新春の光を見ても悲しさは改まらず、源氏は年賀の客にも会わずに引きこもっている。そして紫の上に仕えていた女房たちを、話し相手に、 後悔と懺悔の日々を過ごしていた。赤市の中宮のは、紫の上が可愛がっていた三の宮を、源氏の慰めに残し宮中に帰る。ホタル兵部境遇が訪ねてきて、かつて模様した工房で、紫の上が合わせた子を改装して褒めたたえた。それと同時に、どうという取り柄がない妻を亡くしても、悲しみは尽きぬもの、ましてやあのような、と自分の妻を亡くした時の記憶が蘇り、 さらに涙ぐむミヤ、源氏はと真珠を思いやる。ミヤは北の方を早くに亡くし、かつては玉かずらに思いを寄せていたが、後に髭黒の娘、牧柱と結婚したのだ。彼女が住む四季部境遇の屋敷へ婿として通っていたが、夫婦仲はあまりうまくいっていない様子で足が遠のいているという噂を聞いていた源氏。お互いの辛い現実に、 さらに悲しみが込み上げる源氏だった。春が深まるにつれ、春を愛した個人への思いは募る。しかし女、三宮や赤市の味方のもとを訪れても、紫の上を失った悲しみが深まるだけだった。4月、花散る里から衣替えの衣装と歌が届けられる。寂だれの頃、夕霧に、紫の上の一周期の手配を頼む。8月の命日には、生前に、 紫の上が発願していた極楽曼荼羅の供養を営んだ。年が明けたら、出家を果たす考えの源氏は、新編を整理し始める。その途中、妻にいた頃に届いた紫の上の手紙の束が、出てきた。墨の色も、今書いたかのように美しく、赤梁の年は一塩だが、すべて破って燃やしてしまう。12月、六条院で行われた、五仏明の席で、 源氏は、久しぶりに公に姿を現した。その姿は、光カル君とめでられた頃よりも一層美しく、光り輝いており、昔を知るそう並びに出席した貴族たちは涙を流した。会日、追画にはしゃぎ回る三宮を見るのもこれが最後と思う。源氏は、最後の新年を迎えるための準備をした。ありがとうございます。